ジョン・エドワルド・ムリー・ジョロマーニャは、ベネズエラ・アプレシュー、エル・ヌーラ出身のプロサッカー選手。ポルトガル・プリメーラ・リーガの CD トンデラに所属している。ベネズエラ代表。ポジションは、FW、MF。2012年に、サモラ FC と契約し、10月22日のジャネロスで、グアナレ戦で、プロデビュー。2014から15シーズンまで。 1> 計1 9ゴールを決めるなど、主力として活躍した。2015年5月20日、ポルトガルの SL ベンフィカと4年契約を締結した後、あと6月に CD トンデラへのレンタル移籍が決定。2シーズンプレーし、2017から18シーズンからは、カスムパシャ SK にレンタル移籍でプレー2018年夏に CD トンデラに完全移籍で再加入した。 2014年に U-20 のベネズエラ代表に招集された後、2015年に A 代表に招集され、2月のホンジュラス戦で代表戦デビューを決勝ゴールで飾った。同年開催のコパアメリカ2015にも出場。2017年9月5日の 2018W 杯、南米予選のアルゼンチン戦では先制ゴールを決めた。ありがとうございます。